石山より入れたもをお迎えに、えもんのすけまいれり。ひとひまかりすぎしかし、一まかり過ぎしかしこまりなど申す。昔わらわにて、いとむつまじゅう、ろうときも、ろうたきものにしたまいしかば、こうぶりなどえしまでに、このおんとくに隠れたりしおう、こうぶりなど、 絵師まで、小ぶりなど絵師まで、この音徳に隠れたりしよう。覚えぬ世の騒ぎありし頃、物のの聞こえにはばかりて日立に下りしようぞ。少し心を着て、年頃はおぼしけれど、色にもいだしたまわず、昔のようにこそあらねど、なお親しき家人のうちには数えた、うちには数えたまえけり、木の神といいしも今は、 高知の神にぞなりにける。その弟の右近の像、溶けて御と共に下りしようぞ、取り分きて、なし入れたまいければ、それにぞ誰も思い知りて、などて少しも世に従う心を持つ回、などて少しも世に従う心を使いけんなど、思い出ける。 ちょっとここに複雑なあの人事関係のことが述べられているわけですがこの光源氏がこんなふうにして思いがけなく帰ってくるうつせみの一行と会うわけですねで光源氏は石山で来えほどきのために 参景して、そしてここで何日間かおこもりするわけです。だからもうこ、こっからは石山より出たもお迎えっていうのは、えー、その癌ほどきのための、癌渡しのためのおこもりをして、そして、えー、帰ってくる、光源氏が宮古へ戻る、その迎えに、えー、この連中がまた出かけていったわけです。だから、 ここから少し数日経っているわけですが、石山より入たもお迎えに、源氏の君が石山におこもりになって、そしてまた都へお帰りになる、その迎えに、お迎えに、えもんの助け参れり。あの、昔の小ぎみ今のえもんの助が参上した。 日まかりりすぎし,かしこまりなどを申すあの数日前数日前のある日ここでお目にかかってそして、えー、お別れしたことなど恐縮して、えー、申し上げるあの説は失礼いたしましたというふうなことを挨拶するわけです。実はこの 小気味の胸の中ではある後悔の思いがあるわけです昔笑われて糸むつまじゅう老たきものにしたまいしかはあのかつての葉木木の巻の頃また自分は笑わ,わであって子供として源氏の君のおそばに大層むつまじゅう そして可愛がっていただいたんだからして小ぶりなど絵師までうい小ぶりですね、えー、冠を身につけ一人前の男になる年頃までこの御徳に隠れたりしようこの源氏の君のお力に 火をせられていたものを思いがけない世間の大騒ぎが起こった頃つまり源氏が逆境に落ちた頃世間の評判にはばかって源氏様のおそばにいるものだというふうなことになると世間の評判が 源氏が逆境に沈んだわけですから、自分にとってやっぱりマイナスになるだろうというふうに思うわけですね。も、え、のー、の聞こえにはばかりて日立に下りしようぞ。親が日立の髪に赴任していった。それに、それに連れて、それをいいことにして、えー、源氏のそばから離れて、 日立へ下っていってしまったことを少し心を起きて年頃はおぼしけれどこれは源氏の君のお心の中ですそのことを源氏の君は少し自分の心にやっぱり許せないやつだというふうなお気持ちで心の中に留めてお覚になっていらっしゃった何年間あの逆境にいらっしゃ何年間か 心に、そんな形で止めていらっしゃったけれど、しかし、そのことを今となって色にもいらしたまわず、こういうところが、源氏の、まあ言ってみれば、大きさでもあり、また、この、大貴族の、なんていうのかな、大貴族や、 身分の高い公家の持っているまあ深さですね同時になんか気味悪さでもあるわけですがしかし源氏の性格ってものは典型的なそういうあの大きな貴族の深さ 大きさを持っている人間として男として語っているわけですねいつでも女性に対してはひとたび愛した女性とは心の長さを貫いて付き合う、うん、あるいは一時自分に心を寄せて自分が目をかけてやったこういうまあ言ってみれば 小物みたいな男の子ですそれが世間の評判を気にして逆境にある源氏のところから去っていったそのことは一時は心に留めているわけだけれどもでもそれをあったからといって久しぶりであったからといってすぐあらわに皮肉を言ってみたり意地悪を仕掛けてみたりするようなそんなちっぽけな男ではない。 で、色にもい出したまます。表情にも、ふっつりともお出しにならないで。昔のようにこそあらねど、なお親しき家人のうちには数えたまいけり。以前のようではないけれども、つまり本心、まあ見届けてしまったような感じが当然あるわけですけれども、だから以前のようではないけれども、でもやっぱり親しい、身近なものの中には、 数えていらっしゃる。身近な者の一人としては、扱、その、変わりなく扱っていらっしゃる。木の神といい日は、その息子の木の神になっている、その男も、今は河内の神にぞなりにける、えー。出世して一つこう、いい国へ移ったわけでしょう 河内の神になっていることだそしてその弟の右近の像これはあの「妻のの巻」にも出てきましたけれども源氏の側を離れないでいてそして、えー、自分にもやはりその逆境の影響が起こってくるんだけれども源氏の源氏への信頼の心は さなない男なんです、うん、その弟のウコンの像「溶けてお恩ともに下りしようぞ」「溶けてはつまり源氏の君についていたもんだから寛を剥奪せられてそして、えー、お供と源氏の君にお供して下っていたそのものを取り分けて し入れたまいければ今源氏の君は取り分けて高く扱っておやりになったからしてそれにぞ誰も思い知りてそのことに誰も その源氏の扱いを深く心にかみしめてそしてなどて少しも世に従う心を使いけんなどおぼしでけるどうしてあの時世間に従うような心になってしまったんだろう世俗の 心に負けてしまったんだろうなどと思い出して反省していることだ、まあ、こういうことをここで、えー、源氏の君のなんか人の心を敏感に察してそしてそれ相応の 扱いをしているそういう源氏の心の、まあ、深さみたいなものを感じさせるところですね。